男たちの夢。先日、元 AKB48 の板野友美とヤクルトの高橋奎二投手が結婚を発表し、予想外のカップル誕生に驚きの声と各方面から祝福の声が上がりました。板野友美といえば、10年代前半に国民的人気を誇った AKB48 の中心メンバー。私の高校の友達も大の友人ファンで、シングルが発売されるたびに握手券目当てに大量購入して同学年の生徒たちに配っていたのを今でも思い出します。そんなアイドルと結婚できるなんてまさに男の夢。そしてこれまでもアイドルと結婚し男たちの夢を掴んだプロ野球選手たちがいたんです。そこで一つの疑問が生じました。これまでアイドルと結婚したプロ野球選手は一体誰がいたのか。というわけで今回の動画はアイドルと結婚したプロ野球選手を紹介したいと思います。野球中継を見るような感覚でご覧ください。ではどうぞ。紹介基準。今回はかつてハロプロや48、46グループなどに代表されるグループアイドルと結婚したプロ野球選手を紹介します。アイドルと出会うきっかけやアイドルと結婚した後、成績はどうなったのかなどをまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。2012年1月26日結婚。田中正宏、里田舞夫妻。里田舞はハロープロジェクトのカントリー娘所属。2010年12月3日に開催されたプロ野球オールスタースポーツフェスティバルをきっかけに、それからほどなくして付き合い始めた2人は、2012年1月26日にゴールイン。当時おバカタレントとして売れていた里田に対して、果たしてプロ野球選手の妻が務まるのかとマー君のサポートを不安視する声もありましたが、里田は栄養バランスを考えた料理でマー君を献身的にサポート。マー君は結婚後も好成績を残し、13年には24勝無敗、防御率 1.27 ととんでもない成績を収め、シーズン MVP を受賞、楽天の初優勝、日本一に大きく貢献しました。オフには名門ニューヨークヤンキースに入団し、4度の開幕投手、6年連続2桁勝利という安定した成績を収めました。2016年1月25日結婚。南雅樹、柴田歩美夫妻。柴田歩美はハロプロの全盛期を代表するグループの一つ、メロン記念日のセンターで、2人が知り合ったのは2014年11月、知人の紹介がきっかけ。2015年の南はルーキーイヤー以来となる日軍登板なしに終わり、精神的にも苦しい毎日でしたが、歩美夫人が手料理などで励ましてくれたといいます。2016年には自己最高の57試合に登板、防御率 2.74 をマークしました。2017年1月1日結婚。杉浦俊弘、紺野あさみ夫妻。紺野あさみは元モーニング娘。のメンバーで、卒業後はアナウンサーとしてテレビ東京に入社、6年間勤務しました。2人が出会ったきっかけは知人の食事会だったそうです。そして交際がスタートしてから1年で婚姻届を提出。紺野アナはブログで、日々の何気ないことも一緒にいるととても幸せに感じられ、自然とこれからもずっと共に歩んでいきたいなという気持ちが芽生えてきましたとコメントしました。杉浦はこのシーズン途中に故郷北海道を本拠地とする日本ハムにトレード。2020年には先発として自己最高の7勝をマークしました。2017年3月13日結婚。野上龍馬、石川梨花夫妻。石川梨花は2000年代前半モーニング娘。全盛時のメンバーで、シングル「ザ・ピース」ではセンターを務めました。2017年末に知人の紹介で知り合い、ほどなくして交際に発展。約3年の交際を経て2017年3月にゴールインしました。野上は結婚した2017年に先発ローテの一角として自身2度目の11勝を挙げ、オフに FA 宣言して巨人入り。しかし入団後の3年間は低迷が続き、2020年オフには歴代8位タイの大減俸を受けました。来年の奮起が期待されます。2019年10月24日結婚。源田壮亮、江藤美沙夫妻。なれそめは2018年プロ野球ニュースのインタビュー。お互い93年生まれで同い年だったこと、同じ大分出身だったこともあり意気投合。2019年4月から交際が始まり、半年でゴールインしました。源田は彼女の献身的なサポートのおかげで毎日頑張ることができています。一緒に過ごす日々の中で人間的にも大きく成長させてくれる彼女と今後の人生を共にしたいと思いましたとコメントしました。結婚後最初のシーズンとなった2020年はショートとして全試合に出場。ギラス22はリーグナンバーワン、守備でも12球団ナンバーワンの UZR を記録し、3年連続のベストナインゴールデングラブ賞を受賞しました。2020年1月結婚。北村匠海、伊藤優奈夫妻。伊藤優奈はアイドリングの元メンバーで、現在は実業家に転身して活動しています。出会いや馴れ初めは発表されていませんが、2020年の北村はプロ入り初の開幕1軍入りを果たし、自己最高の57試合に出場。8月4日にはプロ入り初ホームランを記録し、試合後に結婚を発表しました。発表が遅くなった理由を北村は、
プロ野球選手として今年勝負だった、結婚で名前が出るよりプロ野球選手で名前を残していきたかったとコメントしました。2021年1月5日結婚、高橋奎二、板野友美夫妻。板野友美は AKB が全盛期だった頃の主力メンバー神セブンの一人。2人は2019年春に共通の友人を通じて知り合い、同年6月から交際、そして21年の1月に都内の区役所に婚姻届を提出しました。板野は彼の少年のような無邪気で素直な人柄や、いつも飾らず直球で伝えてくれるところ、どんな時も真剣に向き合ってくれる姿に、自然とこの先も彼のそばにいたいと感じるようになりましたとコメントしました。高橋は龍谷大附属平安校から15年ドラフト3位でヤクルト入り、19年には先発ローテ入りし95イニングを投げ4勝をマーク。2020年は1勝にとどまりますが、48イニングで51三振を奪い、高い奪三振率を記録しています。まとめ、今回紹介した7人全員がシーズンオフに婚姻届を提出し、結婚後成績が上がっています。またマー君以外全員結婚当時は在京球団所属でした。アイドルとの出会いのきっかけはほぼ知人の紹介。まとめると、プロ野球選手がアイドルと結婚するなら在京球団に入団して知人に紹介してもらうことが大事ですね。そしてアイドルより年下のプロ野球選手はいませんでした。同い年もしくは年上。プロ野球選手の結婚した時の年齢は全員20代という結果に。元ロッテ里崎氏はプロ野球選手が若くして身を固める理由を、野球以外自分では何もできない人が多いからだと言います。現役でいる間はグラウンド外のあらゆることを他人任せにできてしまう。例えば新幹線や飛行機も球団がチケットを用意してくれて、指定の集合場所に行けばチケットを配られ、あとは乗るだけ。自分で買うという行為自体は普段からまず必要ないとのことです。というわけで、今回はアイドルと結婚したプロ野球選手たちを紹介させてもらいました。これからもこのような動画を上げていきますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。